どこ座っていうか、はい、今、外装の方を撮らせていただきまして、ネズミが入った形跡があるということですけども、意外に、被害の方少なくてですね、ここがちょっとかじられているっていう程度ですね。はい。あと、まあ、鳴らない音の方が、これを叩いても出ませんね。そういうとこがあるぐらいですね。それからですね、ちょっとアクション外して、見てもらいたいと思います。はい。今、アクションの方を取り外してみましたけども、この部分ですね、バネが外れてしまってるんですが、これも簡単にこう触るとこう弾けてしまうような状況になってますね。このフレンジコードっていうんですが、この部分がかなり弱ってる状態ですね。これはもうすべて、交換しないといけないと思います。はい。とりあえずアクションの方は戻しましたんですが、鍵盤の方ですね、この小口の部分が、これ黄ばんでるんですが、これは黄ばみだけなら問題ないんですが、これおそらく徐々にこう反ってきて、この部分ですね、口棒っていう部分に、当たってしまう可能性はありますね。そうなると鍵盤を押さえたら上がってこないとかいう支障がある、出てくる可能性があるので、この小口の部分だけは張り替えた方がいいと思いますね。それと、鍵盤の動きなんですけども、こういうふうにちょっと持ち上げると、降りない鍵盤がありますね。こういうふうに降りてくれるところはいいんですけども、この場合、この、バランスホールっていうんですけども、この穴の方が、このピンを、挟み込んでしまっているような状態になってますね。この辺とかは直していかないといけない部分ではありますね。はい。ちょっと鍵盤で一部なんですが、このように、深淵じゃなくなっているパンチングがところどころ出てきてるんですが、これは虫食いですね。交換した方がいい部分に関しては交換していく必要があると思いますね。それ以外の部分は、思っていたよりもネズミが入ったというふうに聞いてましたので、もっと悲惨な状態かと思ってたんですが、割といい状態なので、これをピアノもいいですので、これは修理して使えるようになるとかなりいい音を出してくれるんじゃないかなと思います。はい。外装の方をまあ付けさせていただきまして、こういう長板の部分とかですね、サビも来てますし、ペダルの部分も、サビが来てますね。この辺はまあ、工房に入れていただくとピカピカに磨くことはできますね。あとまあ、傷とかもちょっとまあ、ありますけども、まあ、その辺も修正していけたらと思います。